ワルター・エルゼサー、ウォルター・エルサッサーは、マンハイム出身のドイツ系ユダヤ人の物理学者で、ダイナモ理論の父と呼ばれる。ダイナモ理論で知られるようになるずっと前のゲッティンゲンに、いた1920年代に、彼は、電子の波動性を検証する実験を提案した。この提案は後に、同僚のマックス・ボルンを通して、イギリスの物理学者に伝えられた。これによって、 デビソン・ガーマーの実験の結果を説明し、ジョージ・パジェット・トムソンは後にノーベル物理学賞を受賞した。ユダヤ系のためにナチスに追われてパリで働いていた。1935年には、エルサッサーは放射性重元素核中の陽子と、中性子の結合エネルギーを計算した。エルサッサーが最初に考案したこの公式を用いた研究によって、友人・ウィグナー、 マリア・ゲッパート・メイヤー、ヨハネス・ハン・スイエンゼンの3人は1963年度のノーベル物理学賞を受賞した。エルサッサーは自身は2度ノーベル賞にノミネートされたが受賞はならなかった。1946年から1947年にかけてエルサッサーは、は、地球の電磁場は液体核の渦電流に由来するという理論の 外略を示した論文を公表した。この理論は、戦中の1941年頃に US シグナルコープスで働いていた余暇の時間に考えていた理論を発展させたものだった。晩年は、教システム生物学と呼ばれるようになった学問に興味を持ち、ジャーナルオブティーレティコルバイオロジー誌に一連の論文を投稿した。この分野に関するエルサッサーの最終的な見解は、 1987年、及び死後の1998年に出版された、著書リフレクションズ・オン、エーセオリー・オブ・オーガニズムスから見ることができる。1991年にメリーランド州ボルチモアで死去した。ありがとうございます。